アーダやインターミディアブラーヒンカチュウサギは、長甲ペリカン目サギ科オサギ属に分類される、鳥類。サハラ砂漠以南のアフリカ大陸、南アジアから、インドシナ半島、中華人民共和国、スンダ列島、オーストラリア北部及び東部。冬季になると、カロリン諸島やマリアナ諸島へ移動する個体もいる。日本では夏季に、本州や九州に飛来するが、団地では越冬することもある。ユーラシア、アフリカ、オーストラリアの温帯から熱帯に分布する。日本では夏鳥で、本州以南に渡来する。また、九州など団地では、少数が越冬する。全長63から72センチメートル。全身は白い。体長68センチメートルほどで、大サギより一回り小さい。交際は黄色。目先やくちばしは黄色。甲子は黒い。繁殖期になると、背や胸部の羽毛が伸長する。目先は青緑色に、くちばしは黒くなる。夏場では、くちばしが黒くなり、背に飾り羽が現れる。目先が少々緑がかる。冬場では、くちばしが黄色くなるが、先端のみ、黒く残る場合もある。全身が白、足は全体が黒く、目先が黄色。大サギに似るが、体長が小さいこと、くちばしが短いこと、眼下に入る広角の切り込みが、目の真下で止まるところで、区別できる。以下の分類、分布は、IOC ワールドバードリストに、和名は、日本山鳥類目録改定第7版に従う。2016年現在バードリフインターナショナルでは、以下の亜種をすべて独立種として扱っている。河川や湿地、マングローブ林などに生息する。単独もしくは小規模な群れを形成し生活する。内陸の平地を好む。鳴き声はゴアーなどで大サギと酷似する。魚類や両生類などを食べる。日本での観察記録では主に農耕地で採食を行い、湿地性に特化し、農耕地への依存性が強いことが示唆されている。この観察記録では、農耕地では獲物を、待ち伏せ 29.4% を、魚類 17.4% ずつを、甲殻類と昆虫 11.6% を、両生類が占め、干潟ではゆっくり移動しながら、獲物を捕らえ 76.3% を魚類が占めていたとされる。大サギや小サギが昼間に水田や湿地、浅い湖沼や河川などの湿地に出て魚や両生類を捕食するのに対し、本種は田植え前の田、休耕田など比較的乾いた場所で主にバッタなどの昆虫を捕食する。他種と混合した集団繁殖地を形成する。オスが巣材を運び、メスが営巣する。雌雄ともに抱卵し、抱卵期間は24から27日。他のシラサギと同様に、非繁殖期は単独行動するが、繁殖期には水辺の林などに、サギ山と呼ばれる集団営巣地を取り、一夫一妻である。上記のように、バードリフインターナショナル及び、それを出典とした IUCN レッドデータでは亜種をすべて独立種として、扱っているため、分類表内の判定及び口述の内容は、本項で採用した分類では、元亜種に対する内容となる。生息数は減少傾向にあるが、分布が非常に広いため絶滅の恐れは低いと考えられている。世界的には安定している。ありがとうございます。